こんにちは、悪道です。25歳で初物件を購入して、27歳でセミリタイヤし、現在は首都圏で木造アパートを保有して活動しております。ということで今回は、ファイヤー、セミリタイヤを目指すなというテーマでお話をしていきたいと思います。今、日本ではセミリタイヤとかファイヤーっていうのが密かに、もう密かじゃないかもしれないですけどね、ブームになっていますよね。でこの動画を見ていただいている方であれば、おそらくそういうことを聞いたりとか、えー、理解をされているんじゃないかなというふうに思います。年齢を問わずファイヤーをしています。 ごめんなさいファイヤーを目指していますという方が増えてきたように感じます僕の公式 LINE とか Twitter にもファイヤーを目指していますえどういう風にしたらセミリタイヤとかファイヤーができますかみたいな質問を結構ですねよくいただきますで僕自身会社員の時はもう強烈にですねセミリタイヤっていうのに憧れましたファイヤーしたいなと早くやめたいななんか資産から食べていけたらうんこんな嫌な仕事をしたくないのになみたいなのはめちゃめちゃ思ってましたでセミリタイヤした方が 絶対に人生の充実度とか幸福度っていうのは上がるというふうにまあ一種こう盲信というか確信をしておりましたそして試行錯誤した結果25歳の時に不動産投資を知って本格的に学び始めて同年ですね25歳の7月に初物件を購入しましたその後な何とかかんとか頑張ってですね不動産を買いまして27歳の時に会社員を辞めるという決断をしております でこの時にですね、一応セミリタイヤできたというふうになります。まあ非常に脆弱なセミリタイヤだなというふうには思いますけども、一応会社員でいなくてもですね、働い,働いてないですね、っと生きていけるというような状態になっています。僕は27歳でセミリタイヤをして、現在31歳になる年ですので、セミリタイヤ歴は3年ぐらいですね。 なんですけども、25歳の時からセミリタイヤをすることを優先して人生を組み立ててきたというか行動してきているので、この意識レベルとしては、まあ、セミリタイヤを目指してからは5年とか6年ぐらい、このセミリタイヤとかファイヤーについて考えて行動してきたというふうに思っております。27歳の時にある意味無事にですね、目標達成をできて、ファイヤーできたわけなんですけども、今振り返ってみると、うん、後悔というか反省というのが結構あります。で、この動画を見てもらうと、 自分が本当にセミリタイヤを目指すべきなのか、自分ちょっとごめんなさい、皆さんがですね、皆さん自身が本当にセミリタイヤを目指すべきなのか、セミリタイヤで人生の充実度が上がるのか、セミリタイヤを目指すのであれば何を気をつければいいかということがお分かりいただけると思います。ぜひ最後までご覧いただければ嬉しいです。ということで、早速結論をお伝えしたいんですけども、今回は、 ファイヤーセミリタイア目指すなというテーマでお話をしておりますが、これからお伝えする条件に当てはまるのであれば、無理にファイヤーを目指す必要はないかもしれませんというのが僕の持論でございます。その条件というのは、一つは現在の勤め先や業務内容が嫌いとか苦痛だなと思っていること、そしてもう一つは、そういうふうに思われているけど、働くこと自体は嫌いではないというふうにこう思っている方というのが条件です。言い方を変えると、ファイヤーした後、 好きなことを仕事にしたいとか、何かしら働いていたい。そして、社会とつながっていたい。あるいは、何もしないことには耐えられなさそう。まあ、ただこう、家でぼーっとしてるみたいなことは耐えられなさそうとか。そういうことに当てはまるのであれば、無理にですね、ファイヤー目指す必要は、本当はですね、ないかもしれないです。逆に言うと、労働自体がもう嫌いですと。働くこと自体が、もうちょっとその性格的に合いませんとか。あとは、静かにひっそりと暮らしたいなとか。節約や契約は、 え苦にならならいよとあるいは贅沢することっていうのは全然望んでいなくてうん,んか旅行に行ったりとか豪華なホテルに行きたいとか、えー、豪華なご飯を食べたいとかっていうことは、えー、望んでいませんよとこういうことに当てはまるのであれば逆にですねファイヤーを目指した方がいいかもしれないと思っています、ね、ちなみに今働く意欲がある人は無理にファイヤーを目指す必要はなくて逆に契約が苦にならない人はファイヤーを目指してもいいかもというふうにお伝えをしておりますがこれはですね何を基準にそういう主張をしているかというと どちらの選択の方が人生の充実度とか幸福度の総量が高いかという観点でお話をしています。どっちが儲かるかとかそういう観点ではないということですね。というふうに言ってもですね、若干意味不明な論調だと思いますので、どういうことかというのを説明をしてまいります。で冒頭でファイヤーには会う人会わない人がいるということをお伝えしました。これからファイヤー目指されている皆様になぜこういうことをお伝えするかというと、僕の体験からのある学びがあるからです。 その体験からの学びの要点をまとめると一つはまずファイヤーするためにはファイヤーするまでの間にいろいろ我慢が必要ということもう一つは働くことは苦にならない性格で今の仕事環境が嫌ならば働く環境を変えることで大部分は解決するんじゃないかろうかということです一つずつご説明をしていきたいと思いますまずですね FIR するためにはファイヤーするまでの間にいろいろ我慢が必要ということです、まあ、当然なんですけども 好きなこととか楽しいことばかりしながらファイヤーしますみたいなのはできないと思います。まあ、もしかしたらできるのかもしれませんけど僕はその方法は知りません。仕事大好きとかもう攻略が好きなこのハッカー機質とか仕事できる人ってこういうタイプの人多いと思うんですけどそういう うんこうワーカーホリックと言いますか、天性の仕事人間の人だったらできるかもしれないです。もしかしたらバリバリ仕事をしていて、その会社を早々に売ってですね、2億3億とか、場合によっては10億とか何十億っていうお金を手にするみたいなことは現実できますので、そういうタイプの人はこれ当てはまらないかもしれないんですけども、そういう人の数はとても少ないと思いますし、僕自身もその仕事大好きでは全くないです。あのー、テレビゲームとかずっとしてたいなと思うぐらいのタイプなので、全然こういう仕事人間とかハッカー気質のタイプの人間ではないです。 話を戻しますけども、いつまでにファイヤーしたいかにもよりますが、ファイヤーを目指すのであれば、やはりですね、いろいろなことを我慢する必要があります。具体的には、例えばですね、ファイヤー後の収入源を確保するための活動がファイヤーする前に求められます。当然ですよね、ファイヤーしたと生きていかなきゃいけないので、何かしらの収入源を作らないといけないということです。で具体的には、僕がやっている不動産投資であったりとか、後輩投株みたいなものを買ってみるとか、あるいは、 インカム原因型というのはこう毎月収入がもらえるような何かのビジネスを構築するとかえ何かサービスを開発してそれを使ってもらうとか自分がこう前に出ることがこう苦にならない方であればオンラインサロンみたいな形かもしれないですしまあそういうことが求められますとまずこういうことをやんなきゃいけないですよねそしてファイヤー後の収入源を確保するために資金を貯める必要があります不動産投資をするにしても高配当株を買うにしてもそのための原資が必要です まあもしかしたら、ですねこの上に申し上げたビジネスを構築するってことであれば、無料で自分がひたすら動画を作るとか、インスタグラムでひたすら頑張るとか、TikTok ひたすら頑張るとか、無料でできるかもしれないですけども、ちょっとこっちに絞ってお話をしますね。で不動産投資をするにも、後輩投株を買うにも、そのための原資が必要です。まあ、これ、当然ですよね。 不動産同士も後輩同株の投資もやはり投資なの,なので投資というのは持っている資金をどこかに振り分けてよりお金を得る行為なのでもともとの原資がなければ話にならないということですどのように原資を貯めるかというと一般的には給料を貯貯金しなながら貯めていいくことになるとにる思いますですから早くたくさんの貯金をしたければ当然なるべくお金を使うなという行動になりますよねお金というのは経験のためのチケットだと僕は考えてるんですけども選択肢なわけですから お金を極力使わないということは、極力、まあ、お金がかかるということですけども、お金がかかる体験を控えるということになります。もちろん、お金がかからない体験、わかんないですけどね、散歩とか、えー、な,んかなるべくこうお金がかからないように遊ぶとかっていうことはできると思います。まあ、例えば、Netflix 見るとか、YouTube 見るとかっていうことは無料で、ネトフリックスはお金ありますけど、そんなに多くのお金かからずできるかもしれないんですけども、やはりお金を使ってどこかに行くとか、お金をある程度使う方が、 自分ががしたことがないい体験験ととか経験ができると思いますなのでそういうことは極力できなくなるということなんですね、まあ、当然ですけどもでまとめるとお金を極力使えず従ってお金かかる体験はできずなおかつファイヤー後の収入確保のために頑張らないといけないというのがファイヤーする前にやるべきことです 2つ目のポイントはですね働くことは苦にならない性格で今の皆様のお仕事環境が嫌であれば働く環境を変えることで大部分は解決するんじゃなかろうかということですつまりは働くことをどう捉えていますか納得いくものであれば労働は好きですかということです見出しに書いた通りではあるんですけども働くこと自体が苦にならない性格なのに今ストレスフルな環境なのであればそれは 今やっている仕事とか、今所属している団体、それは何か自治体とかかもしれないですし、会社かもしれないですし、こういうところが皆さんに合っていないだけなんじゃないんですかって思うんですね。僕が FIRE 前に考えていたことは、やりたいことと収入を得るということは切り離して考えればいいんじゃないのというふうに思ってたんですね。これごめんなさい、ちょっと余談パート入ってるんですけども、やりたいことで、 収入を得ようというふうに思うから難しくなるということです。まあ、自分が納得いくこと、を自分が好きなことでそれを収入にしようと思ってやっぱり難しいですよね。自分が楽しいと思うな例えば趣味とかでも趣味というのは自分がお金を払って自分のお金を減らしてやるのが趣味なのでお金を増やそうと思うとどうしても人様がやりたくないことを自分が代わりに対抗するとかっていうことが求められます。なのでやりたいことで収入を得ようと思うと結構難しいと思います。 つまりやりたいことでお金を稼がなくてもいいかなとやりたいことは好きなことをしましょう収入を得ることというのは自分が大好きというほどではないけど興味が持てるし楽しめる不動産投資でやろうというふうに僕は人生を組み立てておりましたただ実際にファイヤーしてみての自分の行動を振り返ってみるとですね全くお金にならないけどただやりたいことをするということはほぼやっていないかなというふうに思います、まあ、ただですねこれは こちらの少し前に上げた動画でもお話をしているんですけども自分の収入源を不動産投資一本にするというのは僕はですね非常にリスキーだなという考えを持っていますまあそれはこう、まあ、自分の経営が下手っていうね側面ももしかしたら突っ込みどころとしてはあるかもしれないんですけどももう一つ自分が労働してお金を稼げるという能力とかこう、まあ、知識スキルを持っていた方がこれから人生100年時代と言われる中よりまあ豊かにというか、えー、安全にというか 危機を回避しながら生きていけるんじゃないかなというふうに思っていますで、ファイヤーの仕方がですね企業売却のように一度に何十億とかっていう現金が入るタイプのものではないということももちろんあります僕はですねファイヤーファイヤーとかセミリタイヤというふうに、まあ、生意気にも言っているわけなんですけども一生遊んで暮らしていける使いを切れないぐらいのお金がもう今持ってますというもう大富豪になりましたというタイプの,このファイヤーの仕方ではないんですね まあですので、実際にファイヤーをしても、自分の行動で何かお金になるものっていうのを好んでやっていたという感じです。全くお金にならないけど、ただひたすら遊ぶみたいなことは、なんかあんまりしなかったなというふうに思います。この数年振り返っても。で、話を戻しますが、結局、会社員を卒業してからも、ビジネス活動などの労働してる時間が長かったというふうに思っています。ごめんなさい。これちょっと被ってますけども。ですので、振り返って思いました。 であれこれって無理して短期でファイヤーとかする必要あったかなみたいなめちゃめちゃ思ったんですよねでファイヤーしても結局働くのであれば自分に合った働き方や職場で働いてあまりにも高い負荷がかからない状態でちまちまとファイヤー活動していった方がトータルの幸福度というのは高いんじゃないかなっていうふうには思いましたもちろん僕がこう頑張ってきた例えば不動産屋さんにこう拾ってもらって転職させてもらってそこでいろんな人にお世話になったみたいな活動が嫌だったかというと あのどっちかっていうとですねめちゃめちゃ楽しかったなとは思うんですけどもそこまでこうファイヤーにフルベッドするみたいな働き方ではなくて自分の性格とか自分の得意なこととかっていうのを活かせる働き方とかにシフトしていくっていうのもあったんじゃないかなというふうには思うということですはい一度まとめていきたいと思いますこの動画はファイヤーセミリタイヤ目指すなというテーマでお話をしてきましたでこれはですねどういう人に当てはまる主張かというと ファイヤーした後も働きたいと思っているとか納得がいく労働自体は苦にならない労働自体が嫌いなわけではないよという方とかあとは過度な節約とか契約は好まずお金を使っていろんな体験をしていきたいな人生を楽しんでいきたいなと思っている方にはこういう主張をしているということですね無理にファイヤーとかセミリタイア目指す必要はないんじゃないんですかとなぜそのような主張をするかというとファイヤーするまでには我慢とか節約とかっていうのが非常に多く求められます ファイヤー後の収入源を確保するために貯金をですねしていかないといけないからですねでファイヤー後もどうせ働くのであれば今の皆さんの働き方を変えることで抱えていらっしゃるストレスとかっていうことは解決するんじゃないかなと思ったので今回動画を撮りましたで今回の話はですね具体的な何かのテクニックとか不動産投資のテクニックとか株のテクニックとかいうことではなくて実際にファイヤーした僕が思った一つの感想をちょっとまあシェアですよねという形になっておりますで不調の判断塾も どういう生き方が充実度とか幸福度がの総量化が高いのかという非常に感覚的なことでございます。ですのであくまでも参考程度に聞いていただいてこれを踏まえてですね皆様の人生の,この幸せが一番最大化する選択とか何か戦略を組み立てていただければそれが一番かなと思います。たただ僕ら強く言いたいこととしては 今の労働環境に納得がいっていない。そこがストレスがゆえに解決策として、ファイヤーとかセミリタイヤを目指していますということなのであれば、めちゃくちゃな負荷を皆様自身にかけて、無理にファイヤーを目指さなくても、働き方を変えるという考え方で、ライフスタイルや人生設計を見直してみると、より効果的に、まあ、一種簡単にですね、人生がもっと楽しく楽になるんじゃないかなというふうに思っています。 無理にファイヤーを目指すと、まあ、転職とかすぐにしないということもあるかもしれないですし、今、ストレスを抱えていらしたら、その働き方をしばらくは続けていかないといけないと思います。ですので、そういうところで我慢を重ねるよりかは、シンプルに働く場所を変える、まあ、例えばそのために何かのスキルを得るとか、そういうことに時間をかけていって、できる範囲で貯金をして、それこそ後輩等株とか投資信託とかを買っていくみたいな、そういう生き方もまあ一つあるんじゃないかなというふうに思いました。 僕のところに来る質問の多くはですね、もう絶対ファイヤーしたいですみたいなということで、まあ、直接お話とかはしてないんで、汲み取れる情報とか背景は少ないんですけど、そこまであのファイヤーにこだわらなくても、別の選択肢があって、えー、そういうことに気がつくと、もっとですね、なんかいろんなこう考えが持てたりとか、より良い生き方ができるんじゃないかなと思ったので、えー、今回も、あ今回もというか、今回の動画をお届けしております。で逆にですね、ごめんなさい、話戻しますけども、逆に、 ファイヤー前もファイヤー後も倹約生活というのが苦にならない方はぜひですねコツコツお金を貯めてファイヤー目指すっていうのもいいかなと思っております結局ファイヤーも一つの生き方だけであって絶対の正解ではないですよねまあ絶対の正解というのは世の中にないと思いますしですのでファイヤーすればもうなんか何もかも解決とかいうことではないのでどの生き方とかどの選択肢が一番自分にとって良いのかということを考えて いろんな選択をいただけると、後悔がない人生にできるかなと思っております。ということで、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今回は、ファイヤーとかセミリタイヤについて話をしてまいりましたが、一言にですね、ファイヤーといっても、実はその実現方法とかファイヤーの種といって、いろいろあります。ご存知でしょうか ?4 種類ぐらいあるっていうふうに言われてるんですけども、区別できますでしょうか結構ですね、このあたりを学んだりとかすることによって、自分が目指すべき人生の方法はこれだっていう,こう選択の一つの指針にもなると思います。 で一つにまとめるとですね、この FIRE の種類みたいなものを一つにまとめると動画が長くなりすぎるので、今回はしませんでしたが、今後そういう話もしていきたいなと思っております。そういうファイヤーとか不動産投資とかっていう話が聞きたい情報を取りたいと思っている方は、ぜひチャンネル登録いただけると、めちゃめちゃ嬉しいです。今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、グッドボタンをいただけると、こちらもとても嬉しいです。動画の感想やご意見があれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。今回も最後まで聴いていただいてありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。